新山ベースボールニュース、今週は北信少年野球大会の模様をお届けします。10月2日3日の両日にわたって長峰グラウンドに北信地区の代表16チームが集まり、北信少年野球大会が開催されました。淡水地区代表として飯山小ファルコンズ、長峰ノースユニオンズ、木島平少年野球団が出場しました。コロナ感染対策として簡易的に行われた開会式で、飯山小ファルコンズの清水正俊主将が選手宣誓を行いました。宣誓、僕たち選手一同はコロナ禍で十分に練習できない中、僕たちを支えてくれた監督やコーチ、保護者、そしてこの大会を開いてくれた皆さんへの感謝の気持ちを忘れず、これまでの練習の成果を白球に込め、最後の一球まで全力でプレーすることを誓います。令和3年10月2日、選手代表飯山小ファルコンズ清水正俊。大会は2日間にわたって熱戦が繰り広げられました。北信少年野球大会から1回戦、飯山小ファルコンズ対中高地区代表のトヨタ高岡ネクサスの一戦をお届けします。先攻は飯山小ファルコンズ。1番バッターは低めを見事に捉えますが、レフト正面でワンアウト。ネクサスの先発は2番にデッドボールを与えてしまいます。ワンアウト1塁で3番、打球はセンターの頭上を越えます。ツーベースヒットでワンアウト3塁2塁と先制のチャンス。ここで4番は詰まらされてファーストゴロ、ランナーは動けません。ツーアウト、バッターは5番、ランナーを返せるか。低めを捉えました。右中間に落ちます。ランナー2人が帰ってファルコンズが2点を先制です。さらにファルコンズは連続フォアボールでツーアウト満塁と追加点のチャンス。ここでセンター前かと思われましたが、ショートがベースに詰めていて抜けずに、惜しくも大量点ならず。しかしファルコンズが2点のリードです。守るファルコンズ、最初の打球に合わせられずエラーでトップバッターの出塁を許します。ネクサスは盗塁で二塁へ進んだランナーを送りバントで三塁へ進めます。このバントが内野安打となって三塁一塁。さらにフォアボールでワンアウト満塁として4番を迎えます。堂々としたフルスイングで捉えた打球は軽々とセンターの頭上を越えます。走者一掃のタイムリースリーベースでネクサスが一気に逆転です。さらにボテボテのファーストゴロの間に三塁ランナーが帰ってネクサス1回の裏にすぐに2対4と逆転です。2回の表、ファルコンズはワンアウトからレフト前ヒットで出塁します。
二塁へ盗塁後、三遊間へヒット性の当たりをショートが候補、すぐに三塁へ送球。ラウンダンプレーになりますが、二塁ランナーがタッグアウト。ファルコンズチャンスを生かせませんでした。2回の裏、ネクサスはワンアウト二塁と追加点のチャンス。ここでランエンドヒット。ショートフライで走っていた二塁ランナーが帰れず、ダブルプレーとなり、ネクサスも追加点のチャンスを生かせません。3回の表、ファルコンズはワンアウトからフォアボールで出塁します。ここで盗塁。キャッチャーからの素晴らしい送球でしたが、盗塁成功。さらにフォアボールでワンアウト二塁一塁となります。ここで叩きつけた打球がピッチャーの頭を越えて内野安打。ファルコンズワンアウト満塁とします。ここで甘いボールを投げられないネクサスのピッチャー、低めを狙ったボールが痛恨のワイルドピッチ。三塁ランナーがホームへ帰ってファルコンズ1点差に迫ります。さらに一打出れば逆転のチャンスが続きます。空振り三振、バッター振り逃げ。しかしここで飛び出した三塁ランナーがキャッチャーからの送球に刺されてツーアウト。ツーアウトながらまだチャンスが続きます。しかしネクサスのピッチャーが踏ん張ります。連続三振で1点差を守りきります。その裏、ネクサスはこの回の先頭がヒットで出塁します。さらに初回3点タイムリーの4番がフォアボールを選んで二塁一塁。ここでセーフティーバントがキャッチャーフライでワンアウト。フラフラっと上がった打球はテキサスヒットとなり、ネクサス満塁とします。ここでスクイズ。三塁線に転がった打球が切れません。三塁ランナーに続いて二塁ランナーもホームに帰ってツーランスクイズとなり、ネクサス再び3点差とします。さらにネクサスは満塁とします。しかしここはファルコンズがホームゲッツーで守りきります。3点差を追いかけるファルコンズは4回表、先頭がエラーで出塁します。三塁ゴロでランナーを進めます。バッターランナーナイスファイト。続くバッターもゴロでランナーを三塁へ進めます。ネクサスのピッチャーは最後までヒットを許さず抑え切ります。4回の裏、ネクサスの攻撃中に試合終了時間となり、中高代表のトヨタ高岡ネクサスが飯山賞ファルコンズに3対6で勝利しました。なお、この北信少年野球大会の優勝は中高地区のもう一つの代表
校舎ファイターズが優勝に輝いています。